暑気払いや海や山でのレジャーなど酒を飲む機会が増える夏を迎え、警視庁は酒を飲んだら車の運転はやめようと呼びかけるキャンペーンを今日から始めました。警視庁は今日から今月30日までを飲酒運転させない東京キャンペーンとして、飲酒運転の取り締まりの強化などを行います。その初日となる今日はレスリングの浜口京子選手たちが参加してオープニングイベントが開かれました。私も今後車の運転などをする時が来ると思うので、飲んだら乗るな、運転するなというこの言葉を肝に銘じていきたいと思います。また浜口さんの父アニマル浜口さんも飲酒運転の根絶に向け気合を入れました。酒を飲んだら運転するな、飲酒運転根絶宣言するな、行くぞ、せーの、ケイラケイラケイラ。アニマルさんたちはこの後仲見世通りをパレードして飲酒運転をしないよう呼びかけました。